久保さん、まあペットも殺されますし豚さんも牛さんも殺されるし魚も殺されるしまあ何を基準ペットはかわいそうだけど自分が食べる魚はかわいそうって思わないっていうねあんま魚に対してかわいそうとて思う人いないでしょうねでも魚にはかわいそうって思うことはないんだけども豚とかね牛を殺すのはかわいそう って思う人はいるんですよなんか同じ命なのに、まあ、哺乳類なのか、魚類なのかっていうね、その違いでかわいそうが変わるっていうね、<laughs> 何なんだろうっていう。まあ、だから人間っつうのは都合がいいんですよ。うん。まあ、ぶっちゃけその殺処分もされてます。かわいそうです。だけど、そのかわいそうって言ってる人も、まあ、何かしら魚も食ったりとかね、まあ、牛とか豚食ったりとかして、まあ、鶏ですよね。鶏の卵もね、 いや人間にね、食われるために卵をニワトリ、鶏産んでるわけじゃないじゃないですか。<laughs> あれも命ですよね。目玉焼き。あれも鶏さんが赤ちゃんを産んでるんですよね。赤ちゃんを僕たちは食べてるんですよ。で、その、卵に関しては、僕は思わなかったりするわけですよね。卵。<laughs> 卵って人間のために鶏は産んでるんですかいや、少なくても赤ちゃんでしょ、あれ。<laughs> だけど、そこに何も思わないですよね。何なんでしょうね。 僕は行き着いたのは人間っていうのは本当に都合がいい生き物だなと思いますね。自分の正義まあ正義って何なんでしょうね。だからねだからその戦争してる時はね人を殺すことが正義で戦争から外れると人を殺すとね殺人者になるしね何をもって正義なのかっていうのは非常にこれ難しくて結局どこを切り取るのかどこを見るのかによってもう全然変わっちゃうんですよね。 だからうーんまあそういうのを相対的に含めてうーんどう生きるのかっていうとこですよね <laughs> う。うん当ねこれはね人間は都合いいなと思いますねいつも。うーんそ,うまあ、そもそも、まあまあ、この話をまとめると人間ってかわいそうにしときましょうか。<laughs> 人間ってかわいそう言ってらっしゃい。